5回目となる南郷ハートフル祭りが開かれました。オープニングでは南郷小学校6年生によるソーラン節、組体操も入り迫力があります。メイツ竹踊り保存会による踊り、椎名幸子さんによる歌謡ショーや8組の職場によるカラオケ大会も。お仕事も頑張ってください。僕が天気のせいで窓辺からやがて飛び立つ。会場には野菜や水産加工品などの即売、イワシの網焼きや解体されたメバチマグロの振る舞いもあり大好評です。はい、ありがとうございます。あるテントには多くの行列が。椿やブルーベリーなど7種類の苗木1本が200人に無料配布されました。ありがとうございます。中おばちゃん少ねがったよ今。その隣では地元特産材の帯杉で親子が椅子を作っていました。木は自分で作って、上手に作れたんだと思います。ステージでは民舞やコーラスなどの発表もありました。その中で虹色の海子ども園による太鼓演奏、片上小学校3、4年生は地区に伝わる棒踊りを披露。食生活改善推進コーナーではドリンクの砂糖の量を比較したり、1日にどれだけ野菜を食べているかチェックができました。これ3人分乗せてもらって。去年から好評の赤ちゃんハイハイ競争、0歳から1歳児50人が参加して、家族らは盛んに声援を送っていました。参加した親子は、いつもリモコンを、はい、めがけてハイハイしているので今日持ってきました。頑張りました。このほかフリーマーケットや花市場、作品展示などもあり、祭りは多くの人出でにぎわいました。